went to Harajuku and took some fashionista snaps for you. Check them out.今日のファッションポイントは何ですか？セーラー服。大丈夫ですか？はい。好きなブランドありますか？好きなブランド。リスンフレーバー。適当です。クマのぬいぐるみとこのピコピコハンマーみたいな。原宿ファッション好きなモデルさんがいますか？紅林遥ちゃん。なぜですか？すごい、センスがあって、ものすごくカラフルで、キラキラしてても雰囲気、オーラがすごいんです。今日のファッションポイントは靴です。原宿ファッションの好きなモデルさんがいますか？宿ファッションだったらやっぱ紅林ちゃんが好きです。今日はパワーパフガールズのバッチとバブルスのぬいぐるみです。原宿ファッション好きなモデルさんがいますか？はい、紅林遥ちゃんです。センスと、まあ顔も可愛いし、すごい性格も優しいし、もう全部好きです。今日のファッションポイントは何ですか？このワンピースです。クッキーモンスター。どこで買いました？これは地元の古着屋さん、ドンキーで買いました。ファッションポイント、今日はピエロをイメージして、三つ編みを丸くしてドーナツ型にしたとこがポイントです。好きなブランドありますか？スーパーラファーズが大好きです。今日は白黒で統一することです。原宿ファッションモデルの好きなモデルさんがいますか？紅林遥ちゃんと深澤みどりちゃんです。みどりちゃんはどうして好きですか？みどりちゃんは男装もかっこよくて、でロリータもすごい可愛くてすごい好きです。マイメロが好きなのでマイメロいっぱいつけてみました。ファッションポイントは自分の作ったショルダーポーチです。原宿ファッション好きなモデルさんがいますか？紅林遥ちゃんがめっちゃ好きです。高橋ひろゆきさんっていうイラストレーターさんの T シャツです。原宿ファッションの好きなモデルさんがいますか？わー、紅林ちゃんが好きです。なんでですか？自分らしいファッションをしているからです。今日のファッションポイントは何ですか？今日は背中に沿ってきたテレタビーズです。原宿ファッションの好きなモデルさんは誰ですか？紅林遥ちゃんと、はい、篠原智恵さん。のポイントはオレンジでまとめました。好きなブランドはどれですか？好きなブランドは ACDC です。今日はピンクと紫を多めにしてかっこいい感じにしてます。はい、今日のファッションポイントは何ですか？今日は、頭から靴まで全部紫にしました。好きなブランドありますか？ブランドというかお店でいうとスイマーとか、あとミルクリームが好きです。バイバイ。